ブレダ・ザパタ・ビジー308ブレダ・ザパタ・ビジー308は、ブレダで製造された、イタリアの4発旅客機である。航空機設計技師のフィリッポ・ザパタは、ヨーロッパ航空路と大西洋横断航空路の、両用に4発の民間輸送機を開発した。ブレダ・ザパタ・ビジー308の製造は1946年中に、ブレダのセスト・サンジョ・バンニ工場で始まった。 連合軍の管理将校が作業を中止させ、1947年1月まで再開されなかった。ブリストル戦闘ラスエンジンの納入の遅れが初飛行をさらに遅らせ、初飛行はマリオストッパにの操縦で1948年8月27日に行われた。b ー3 0 8は全金属製の巨大な低翼単容器で、胴体は 大円形断面をしており、垂直尾翼と、ラダーがついた大きな水平尾翼に引き込み式の、降着装置がついていた。4機のブリストル戦闘ラスエンジンが5枚ブレードの、プロペラを駆動した。設計では5人の運行要員と2つのキャビンに55名の乗客が登場することになっており、高密型では80名の乗客を乗せることが、計画されていた。飛行テストは、 順調に進んだが、財政的な問題と、戦後の旅客機市場で、アメリカ製の旅客機が大きなシェアを占めるだろうということが分かってきた。マーシャルプランの要請によりブレダの航空産業部門を閉鎖するように圧力がかかり、この計画は破棄された。この後、ブレダは航空機の製造を止めた。 b ー3 0 8の試作機は1949年にイタリア空軍が輸送機として購入した。1950年にインド、アルゼンチン、イランから注文があったにもかかわらず、連合軍側からイタリアに戦後の旅客機市場の競争から降りるように圧力がかけられたため試作機1機が製造されただけだった。1948年8月27日に 民間や、軍の当局者や、政治家、イタリア大統領の前で、ビジー308の初飛行が行われた。イタリア空軍に引き渡された、試作機は1950年に1日のローマと、モガディシオ間の飛行に使用され、下手な着陸により損傷を受けた後1954年に、破壊されるまでソマリアの飛行場に放置された。この機はイタリアで、 最初の大西洋横断機であり1948年に新しいマルペンサ空港に乗り入れた最初の航空機であった。この機の姿は映画ローマの休日の中の飛行場の場面ではっきり見られる。 for an artist's impression chttp://wp.scn.ru/.en/.ww3/.t/.1079/.60/.0/.14 a photograph chttp コロンスラッシュスラッシュ w w w a e r e i i t a l i a n i n e t スラッシュ sfondi スラッシュ sfondo13 jpg 41 italian site detailing the history of the b u 308 <き> c h t t p w w w u r l i t m u v i m o s t r e a 8 m o s t r a m o s t r a s x h t m ありがとうございます。